じになっております。なべちささくまありがとう。バーガー食べれた。今日は500えぐちのセットを540円で食べてしまったので、夜ご飯は袋インスタントラーメンにします。今月末から来月の目標が、そう、札幌一番塩ラーメン、とにかく死ぬほど節約するというね。もうね、超安いご飯とほぼお金を使わない生活を心がけていきたいと思います。どうやって栄養を取るか考え中。やばい、ちょっとわかめ入れすぎた。どうやったら一番安く栄養を取れるかな。もう今月は何にもお買い物しない。インスタントラーメンだよ。今日は食費を540円で抑えるために、キャットフードとかどう？最低だね。ちゃんお疲れありがとう。ゆしさんおんぱありがとう。ほうちゃんはたありがとう。ひでくんはたありがとう。うえいせいさんお疲れありがとう。たこちゃんもはたありがとうございます。なんかさ、100円ぐらいでさ、野菜の100、200円弱ぐらいかな、野菜のカットされた野菜とか入ってる、ああいうのをなんかスープにして食べたりしようかな、これから。もうね、大きいサラダ買ってたけど、スーパーであれちょっと高いからやめようかな。あと果物も禁止にする。ちょっと1個高いから、たまに1週間に1回なし食べようかにゃ。トップが、あの携帯のホーム画面、ロック画面に自分で節約って書いて、心を2にします。もう別にメイク道具なくなったって買わない。知らない、別に構わないね。キャベツ買ってちょっとずつ焼いていくとかもいいよね。ウーバーのアプリ消そう。今ウーバーのアプリ消そう。もうココイチは食わない。消した。消したぜ。もうココイチは食わないんだ。
最近恋愛リアリティショーを見るのにハマってんだよね。今まであんま見る人じゃなかったんだけどさ、ちょっとおもろいなと思って最近めっちゃハマってる。今ガールオアレディってやつやってんのよ。なんか若い20代の女の子と30代の大人女子のバトルみたいな。おもろい。あの NGT だったあの南さん出てる。トシチャンピオン YSC さんありがとう。あとね、前回のシャッフルアイランドも見た。曖昧じゃまんま心がブギウギ。そして恋愛リアリティショー全然本当に見たことなかったんだけどさ、いざちゃんと見たらおもろいね。人気になる理由もわかる。めっちゃ見ちゃう。みんな可愛い。アベマで見てる。同性といる時と異性でいる時の顔が全然違う感じをリアルに見られて、もろい。多分ね、出ること多分ないと思うんだけどさ、私いや、ないと思うんだよ、この感じないと思うんだけどさ、出たら見る？私がレンリア出たら見る？綺麗なトーループの6当選メールが来ました。どうだった？どうだった？当たった？もちろん見てくれるよな。いただきます。どうだったの、碧蓮のトーループの当選。ピムスでレンリアしたい。なんかさ、すごい人気の男性キャストの人いるっぽくてさ、平気連のなんかその人たちを押しのけて当選してるかどうか。なんかね、杉さん TikTok がすごいバズってるんだって。めっちゃ大きいホールをね、お一人で埋められてる写真が Twitter で流れてきて、すごいと思って。卵家になかった。ママスギモトさんだ。どうだったの、みんな教えてよ。誰も教えてくんない。
カピちゃんお餅ありがとう。うん、赤っこ？よかった。よかったよかった。なんか味薄い。水入れすぎた。ね、ピムスでレンディアやったら誰が一番モテるんだろう。うわー負けたくねえ。うん、塩コショウ入れる。で送る大変だね。確かにアミリちゃんのあのふわふわ感とバトルしたら負けそう。めっちゃやってみたい。でも私は個人的に手ごわいのはチエさんだと思ってる。チエさんはあざといべ、いい意味で。うん、人と話すのめっちゃうまいしね、ちえさん。1部と2部当選します。本当はよかった、ありがとう。だけ顎になんかシールつけてる。違和感ないんかな。かわいいなあいつ。今日はオーディションでした。オーディション行って美容針行ってネイル帰ってきました。
たき、お疲れ、ありがとう。疲れたよ。最初めっちゃ緊張したのよ。私やっぱオーディションいつまでたっても緊張するのね。すごい体がね、ドクドクみたいな、すっごい緊張するのよ。けど演技の時は自然に演じれた。うん、分かんない手応えは、結果が来るまで。でも無事決まって、みんなに演じてるとこ見てもらえたらいいなと思うけどね。めっちゃオーディション緊張するんだよね。今日のオーディションめっちゃ知り合いいた。おもろかった。緊張したよ。くチームの当選メールは2通間違ってるんだ。手作業説あるの。どんなんなのか普通に想像通りだと思うよ。2部が2つ目は本当だよ。夜遅くまでお疲れって感じだね。手伝ってあげたよ。もうすっかり空気感が冬ですね。相互で交換して入りました。確かに入れるやん、完璧やん。もうエアコンつけなくてよくなったのが嬉しい。それだし引っ張り出してこなきゃ。
今ぐらいの気温は好きだけど寒すぎるのは嫌なんだよね。うん、今がベスト。今がベスト。アンジョルなんて枠はちっちゃいほど想像のなめめめ。洗濯して洗い物して知ってからよかった。パンにメロンのジャムを塗ろう。お菓子の家でグッバイベイベー。ただラブが溢れるよ今夜、だからラブで満たそうよ今夜、いつ楽しみでてよレリア、なぜか世界は変えるよ。パンにメロンのジャムを塗ろう。ドレミのオンプルプルパラパンパンパパンとパパンとペンパンパンベイ。ラブで満たされる今夜、だからラブで満たそうよ今夜、いつ単身見ててよエリアン、ミュージックは世界を変えるよ。うん、ロキ見当たらない。どっかベッドの下にでもいるんじゃないか。聞いちゃうよね。レモンティーってめっちゃ美味しくない？私の高校生私高校生時代マジでさバカみたいにさ毎日レモンティー飲んでた。でも途中めっちゃ飽きてアップルティーに変えたりもしてた。なんとかティー、なんとかティーをめっちゃ飲んでた高校生の時。リプトン、でもゴゴティーもリプトンも好きなんだよね。私中学生の時は紙パックで高校の時はペットボトルだった。イブの当選めっちゃ来るやん。ボーティーも好きよ。そう、なんかロイヤルミルクティーじゃなくてレモンティーとかアップルティーとかなんかブドウのティーみたいなやつとかも好き。リプトンの、リプトンの季節限定のさシャインマスカット系とかさグレープ系とかめっちゃ好き。うまくねーみたいな。あ、ピーチティーもめっちゃうまいね。大好き。疲れた量のリプトン飲んでたよ。中学校の頃ファミマの前の車止めるとこの石段みたいなやつに座っておでんとリプトン飲んでた。
全然ヤンキーじゃないよ。だって高専入れるんだよ謎のマウント。大丈夫、それで推薦もらえるくらいには真面目に生きてっから。でも高専卒なことがさ、今後何かに役に立つんだろうか。超一生懸命卒業したけどごめんなさいわ、笑った、ごめん。こんばんは。なんかちょっと前バズってたよね。僕、私の彼氏が高専卒って嘘ついてきます、だって高専は呪術廻戦の中の学校ですよねみたいな。めっちゃ笑ったんだけど。関東の人とか知らないもんね、高専のこと。だからさ、東京来てさ、なんか学歴聞かれた時に高専って言ったらさ、すごいねって言ってくれる人がいたらさ、めっちゃ貴重に感じるんだよね。関東の高専ってなんかそんなすごいって感じじゃないんでしょ。僕でも田舎だとね、すごいってなるよ、高専。実は呉高専ね、呉高専の人とインターンシップで一緒だったわ。私インターンシップまで行ってたのに。人生って何起こるか分かんないよね。インターンシップまで行って今こんなことしてる。おお、兄貴が高専です。マジマジすごっ。田舎はなるよね。体を来てんの？めっちゃおもろくない？顔払いたい。一生懸命いっぱい送ってるんだね。さあ、顎についてるやつは取ってほしい？別に平気？タロイもありがとう、KA もありがとう。
これだけ頭の上にシール貼られても動じない系猫になってる。あ、そんなことなかった。いやね、ボケてほしい。ボケてほしいの。うじゃいねえ、そんなことされたらね。なんかおもろい話ないかな。なんかおもろいことないの最近。最近あったことをめっちゃ頑張って考えてひねってるけど思いつかないな。広がっちゃったの。もう点検とかって大変だよね。絶対嫌なんだけど。えらいよね、転勤。転勤って断れないの。強制なの。気持ちでーってーかわいい。怖っ。そんなさ、そことかで家族がいたりしたらさ困るのにさ、ひどいね。なんでそんなことするんだろう。
そんな制度あるんだ。私みたいな人ってさ、企業を受けたらさ、どうなるのかな。やっぱ新卒でどっか入ったりしてないから中途とか、中途になるのかな。どうなるんだろう。もし社会人になるなら芸能関係がいいな。2年超えてるから中途だ。はーい、エリちゃんだもん。みんな大好き、エリちゃんだよ。シンク洗うよ。
マキのうんちでも鼻こんばんは。シンク磨いたらめっちゃ綺麗。あ、めっちゃ綺麗。お掃除ってどれぐらいに1回ぐらいするの？全体的に、部屋全体的に。週一にでさ、やっぱ私荒らすのがうまいんだよね。週一に掃除してんのにさ、汚いんだもん。部屋を散らかすのも得意なんだよね。私からしたらさ、なんか洗ったものをさ、その場で洗ったりさ、こう服を脱いだものをさ、きれいに畳んでしまうとかさ、なんかそういうのも掃除に入るんだよね。洗濯週に2回で済むの？いいな。
そうさ、一人で生活してるのにさ、洗濯物がバカ多いんだよね。なんでなんだろう。最近さ、猫がさ、家事するアニメ見ちゃうからさ、文字だけに当てにくくなっちゃう。ああ、ゆきやってくれたらな。思っちゃいます。白木のうんち掃除しよう。最近これが壊れてる。うんこだって諭吉だったらさ、うんこも自分トイレでしてそうだったし。バスタオル私毎日洗う、毎回洗うタイプ。なんか匂い臭くならない？一回使ったら。なんか水の腐った匂いしない？結構バスタオル干して使うよって人いるよね。水が腐った匂いしちゃうからあんまり無理なんだけど。ゆきち優秀すぎるよね。ゆきの名前ゆきちにしたら変わってくる。ひでくんハートありがとう。そう、私はねちょっとその匂いが気になるからね、毎回洗っちゃうんだよね。一回干してから洗濯機。それは丁寧すぎ、それは丁寧な暮らしすぎ。2回使うの？すごい。ハッシュタグ丁寧な暮らしって書けるぐらい丁寧な暮らししてみたいな。無理だけど。もうかけ離れてる。丁寧な暮らし。無理でした。うん、OK。綺麗だね、ラキちゃん。この中にハッシュタグ丁寧な暮らししてる人いるのかな。いそう。すげえ。ハッシュタグ丁寧な暮らし。でも暮らしバスだから大丈夫。今はちょっと掃除のスイッチ入った。なんでさ、一人で暮らしてるだけなのこんなに汚くなっちゃうんだろう。それが不思議で。あとなんで私は月に 2,3 回ぐらい裁縫を忘れる日があるんだろう。不思議でたまらない。なんで。毎日洗濯してる？丁寧な暮らしじゃん。丁寧な暮らししてる人が。私なんて洗濯しなさすぎてついにたまりにたまってしまい、コインランドリーに駆け込む系女子なんだけど。わあ、見たばん。クモ、クマ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 、
ん、熊、ん、熊織姫、違う、熊かぐや姫、熊かぐや姫、3つありがとうございます。前の班の人の中でも、あ、この人ハッシュタグ丁寧な暮らししてそうだなって人何人かいるわ。この人ハッシュタグ丁寧な暮らしだなみたいな人何人かいますね。竹取りクマって言うんだ。ももちゃんが置いていった一口しか飲んでないシーセンを片付けます。ハッシュタグ闇ね、確かにドラム式ね、楽しそうだしね。え、オークションしようか。100万からスタートでお願いします。1万入りました。そして寝る暮らししてそう、めっちゃしてそうです。101.1万入りました。撮影ですか。で101万2000円、101万1100円、いやダメです、それは知らないんだ。ダレルのありがとう。ほうちゃんいつも家事やってないの、今配信聞きながら。101万2000円で落札でよろしいですか。って言いながらしてるやつ。暮らししてる人たちって何が違うんだ、私と性格、生き様とか。純粋でさ、疑問なんだけどさ、このさ、家が綺麗な人の特徴ってさ、家に物が少ない人だと思うんだけどさ、なんかまずそれが無理なんだよね、根本的に。なんか服とかもさ、なんかさ、家、綺麗な家、おしゃれな家って生活感ないじゃん。とにかく生活感がない人の家が綺麗っていうイメージなの、私的に。どうしてんのみんな。そういう人たちはさ、捨ててんのかな、物を。もうさ、捨てながら生活してんのかな。物って増え、生きていければ、生きていけばいくほど増えてくじゃん。定期的に断捨離してるってことなのかな。それともその収納方法がバカうまいとか、そういうこと、そういうことなの。買わないのか。私もそうなればいいんだ。買わないぞ。今日から私はマジで何も買わないからね。いらないから、全部いらないんだからね。へん。
別にみんなからもらったものはありがたくもらうけど、別に自分で買わないんだからね。うん、別にもらい物はいくらでももらうけど、別に自分じゃ何も買わないんだからね。へん、私が着たシナモロールの着ぐるみオークション始めます。初回値は80万からです。よろしくお願いします。100万、1129万。絶対打ち間違えただろ。でもおもろいからさ、愛さ、こういうのさ、ファンクラブ作ってさ、
時にさ、抽選で一人とかにしたい。ガチ抽選おもろくない？私物サインとかいっぱいやろう。で、私がどんどんミニマリストになっていくの。いい作戦じゃん。それで私物どんどん減らせて、みんなも嬉しい、私も嬉しい。いい作戦だ。はい、ヒンって言わないで。貴重な私物。ウェッティ買わないと。ウェッティはね、必要品だからね、買っておく。ユニフォーム、やば、ラケモンコ流してなかった。なんかさ、本当はおしゃれなお部屋にしたかったの、新居だったし。だけどさ、いつまでたってもお部屋は別に綺麗になることはなくて、綺麗な仕方もわからなくて諦めてしまったんだよ。ハウスじゃないよ、あれだよ、エチュードじゃないよ、ユニスフリーだよ。なかったのか。ここはチルでエモいお部屋にしたかった。イニスフリーないって珍しいね。マジさ、お部屋のさ、おしゃれにするってさ、かなりセンスがある人間じゃないとむずいよね。私はママから送られてきたウィーを今から開封したいと思います。なんかママが言うにはですね、液漏れをしているとのことですので、そう、イニスフリー確
認していきたいと思います。怖いんだよね、ずっと怖くて開けられなかった。配信のついでにやっちゃおう。えっ、これ死んでるよね絶対。なんか電池ボックスが行ってる感あるわ。電池ボックスが行ってますね。これは機能しなさそう。ほんと もうとりあえずいいやりたいので綺麗にしていきます。ウィーがね復活したらだいぶ節約になると思う。引きこもれるから。ちょっと綺麗にしていきます。え、ウィーってやりたくない？私めっちゃやりたいんだけど。みんなウィーって別にそんなやりたくないの？いや、あれね、スイッチスポーツとかやってみて思うけどね、一番おもろかったのはウィーだと思ってる。あの一番おもろかったゲームはウィーです。うん、うわー、これいっちゃってるね。無理かもな、リモコンが無理かも。でもこれリモコンさえ買えば、リモコンの電池ボックスの中がいっちゃってる。これは完全に。いや、 Wii やったことないんだ。めっちゃおもろいよやっぱね。 Wii はねカセットの種類が豊富なんですよ。リモコンは買い替える必要がある。ちょっとリモコンの掃除あったりして本体見ていきます。本体はなんかそれなりにいけそう。何のソフト？でもやっぱり踊るメインドインマリオも面白かったし、ウィースポーツリゾートがねかなりおもろいんですよ。種類もいっぱいあって、なんか瞑想とかもやるみたい。めっちゃやってたわよ。なんか本体はね生き生きしてます。今の時代で Wii で遊んでる人ってどれくらいいるんだろう。一瞬でラキの気がつきまくった。湿ってるところに。生産終了してるんだ。うわ懐かしい、このセンサーですとか言って。
いい、普通にさ、なんかメルカリとかでめっちゃ安く売ってそうじゃない？なんかリモコンはダメかもな。リモコンだけ注文、本体動いたらリモコン注文しちゃうか。センサーだ。懐かしい、このセンサー。うわ、紐のとこがもう汚ね。紐系が全部汚い。触らん方がいいよ。富士山ありがとう。よし、センサー、センサーきれいにできました。紐含め、年月って怖いね、本当に。何重にもして拭いとこう。水で丸洗いしたくなるもんね。はい、センサー OK。 では続いて、これは本体の電源、逆に1000円で綺麗なの買えるんだったら買い直したいぐらいだわ。本体、電源、世にたくさんあるだろうからね、まだ Wii は。持ってるご家族とかも多そう、普通にまだ家に眠ってるよっていう。私は電源を拭いています。起動できんのかな。いや、Wii はマジ楽しいよ。ってる系の人たちも絶対これぐらい汚くなってるよね。100結構汚くなってる。リモコンは2つ持ってるけど両方なんか中身やばい。電池のところがやばい。電源も拭けました。よし、続いて謎の紐、何に使うのかも忘れてしまった紐を拭きます。何に使うんだろう。
いや、なんか電源、いや、ストラップじゃない、黄色と白と赤の棒、テレビにつなげるやつかな。てかさ、Wii ってさ、DVD も見れたっけ、覚えてる？これって今もつなげるの？コンポジケーブルって今もつなげるの？テレビに。え？今のテレビにこれってあんの？落ち込む、こんなに吹いて落ち込むのになったら先に見てくるわ。どっちだと思う？あ、待って、ある、あるわ、あるある、あるぞ、よしよしよし、うわめっちゃ懐かしい、これあるぞあるぞ、だいぶ昔からなる、うん、全然いいよ。この間ね、なんかあのゲームセンターのレトロゲームあるやん、ゲームセンターでさ取れるさ、あのなんかレトロゲームみたいなのやん、あれやったんだよね。そう、ソフトも下に眠ってる、ちょっとまだそこまで行き着いてない。 OK、 吹き終わった。わあ懐かしい、 Wii リゾートで必要ななんか追加端子みたいな、夏懐かしい、この白いやつね、あとなんかグリグリ回すやつ、懐かしい。一味ケーブル系が全部汚いね。よし、拭き終わりました。これなんだろう、これ必要なのかな、これって必要なのかな、これはいらないよ、捨てちゃう。これはよし、はい、じゃあ次カセット。懐かしい、 Wii ミュージックだ。まず1個目、ミニミュージックです。懐かしすぎ、うん、懐かしい、この中の CD の絵も覚えてた。続いて、お、スマブラ、え、この時代から、わ、めっちゃ感じた、水が。この時代からスマブラあったんだ。
しかも持ってたんだ、私持ってたんだ。なんでじゃあ何下手なんだろう、疑問です。シンプルにスマブラでも中入ってない、中身ないです。続いてニュースーパーマリオブラザーズ、結構でもカセット類はめっちゃ綺麗、なんか新品みたい。これは入ってますね。次はウィーヒットプラス、ウィーヒットも送ってもらったのかな、そういうウィーヒットもらってないかも。ウィーヒットプラスですね。中身もきちんと入ってました。続いて、あ、愛の大好きな踊るメイドインマリオ、でもスイッチ版の踊るメイドインマリオがもうすぐ出ますね。さあ、これはスイッチの踊るメイドインマリオは元祖を超えるのでしょうか。私はだいぶやり込んでますからね、このウィー版の踊るメイドインマリオだいぶ好きです。続いて、あ、ウィースポーツですね、私の大好きなウィースポーツと思っております。あ、これリゾートじゃないですね、普通の吸盤のやつですね。少ない方のリゾートじゃない方ですね。5種類しか入っておりません。最後が、あ、愛の大好きなウィースポーツリゾートです。こちらね、12種類もねあるんですよ。その中でもですね、チャンバラも好きだし自転車も好き、これやりたいな今。こういったねセットとなっております。中身もしっかり入っております。はい、それではお掃除完了。これ、待って、でもさ、まださ、どっちが可能性あるかな、これ。これちょっとリモコンが一番不安だな、この感じ。でもこっちはなんかまだワンチャンありそう。普通に白の方が、綿棒で細かく拭いて乾かして、電池あるかな。炭酸しかない、これ入ってるかな。ドキドキ、電池を入れてみたいと思います。あ、無理かも。あ、死んでる。
これ電池入れたら復活するんだって。無理かも。電池がいってんのか。光るよね。うん、向き合ってるよ。ちょっと一応黒でも試そうかな。でも黒の方が重症感あるんだよね。あ、え、黒がついた。え、黒ついたよ。うん、黒ついきました。うん、ナイス。早速つないでいこう。ねえ、ラッキー来ましたよ。続くのか。まずは電源からつないでいきます。センサーをここに配置して、で後ろに電源を入れる。そしてテレビをつけて、テレビよいしょ。テレビをつけて、で画面切り替えどこだっけ。設定、あれ、あ、これか。入力切り替え、あ、待って、電源ボタンつかない。で、電源ボタンつかないかも。本体が死んでるかも。ガーン。ゴビーン。赤いランプついてない。ゴビーン。ビーン。
ガビーン。いた。さりげなくラキが噛んできた。ほら。ガビーン。いや、一回叩いてみようかな。うん、結構悲しい。ここまで来て本体か。おやすみ、ありがとう。クイポン入った。お疲れ、ありがとう。ガビーン。かなっち。シュン。どうしようもないね。確かにバラしてみようかな。楽しそう、改造、解剖。悲しい、一生懸命拭いたのに。ふん、ちてよ、資源ゴミだ。このち、テスターだっけ、電気の、あ、通電してるか分かるやつ。あれパパにもらったけどどっか行っちゃった。ガビーン、諦めよう。うん、テスターって言うんだ。あれのパパがくれたけど。任天堂こんな昔のやつも保証書とかないよ。テスター持ってるアイドルでしょ。唯一無二のアイドルでごめんね。解剖しようかな。別に解剖したところで何も覚えてないから直せないんだけど、パパならワンちゃん直せる。パパはテレビ直したんだよ。そんな保証書もない、何年前に買ったかわからない Wii を直してくれてたら破産しちゃうよ、任天堂が。後でメルカリで見てみよう。買わないとか言ってたのに、すぐ買おうとするんだから。ちょっと今見よう。Oui.
ウィー本体。え、ほんとだ、めっちゃ安っ。めっちゃ安いね。 Wii U ってどんな、私 Wii U 知らないんだよね。うん、こんなものあるんだ。いや、 Wii がいいな。めっちゃ安いね。なんかセットになっててめっちゃ安いもん。すごっ。ね、めっちゃ安いね。びっくり。検討だな。要検討。ねえ、今日顔出し配信ごめんね。で、最後だけするね。別に今日別に全然可愛くないんだけど、明日はちゃんと顔出し配信するね。多分。別に可愛くないんだけど、今日全然可愛くない今日。うん、全然可愛くない。どうしよう、全然可愛くない。ヘタパン可愛いじゃないのよ。全然可愛くない。めっちゃブスい今の。じゃあランキ、あ、なんかニキビ見えてる、やば。なんかニキビできた、やば、汚っ。ランキング見ます。13位、チャンピオンありがとう。12位、まぼるしありがとう。11位、くぼずんありがとう。10位、こげちゃんありがとう。9位、わいせい73さんありがとう。8位、赤崎ありがとう。7位、サウロンありがとう。6位、ちゃこちゃこちゃろありがとう。5位、ひでくんありがとう。4位、はんちゃんありがとう。3位、なべっちありがとう。2位、クリパンと長野帽子ありがとう。1位、みたぱんありがとうございます。ちょっと明日撮ってスクショ。こっちの深いバーベキュー、じゃあね。あ、ニキビ見えちゃう。バイバイ。ピーシュ。
バイバーイ。